のぎついってプレゼンツのぎつ,つアーどうも皆さんこんばんは東横名人です、えー、本日は5月下旬、えー、東京防署我が家りをお届けしておりますお相手はいつものように私東横名人と今日もズームで長野かのこの方ですはいこんばんは坂本ですいやだいぶねこの収録というか収録会が流れてる頃には 真相は明らかになってると思うんですけど、うん、あの歌舞伎の人がなんかすごい変な、無理心中なのか、大変なことになってるじゃないですか。今日、まあの,の時点で5月の20日ですか、昨日ですよね、この事件があったのは。びっくりしましたね。はいまあ、もちろんあの会社に行ってたんであの、日中のことなんでね、その詳しい話は全然その休憩中にちょっとスマホ見たぐらいで、ちょっとびっくりしたんですけど、ま,あ、あのまだこの段階では。 仕事は何も分からなくて。うん、まあおそらくあの、警視庁、警視庁が警察に詰めてる記者の方がこう、いろんなところから、あの、情報を集めて、小出しに出てくる情報だけですけど、うん、まあちょっと、無理心中ではないかとか、遺書がちょっと残ってたとか、まあ今日の朝ですかね、実際にあの、辺之助さんがそういうちょっと、まあ、生まれ変わりたい的な。生まれ変わりたい。家族会議で決めたみたいなたい。まあ <laughs> 家族会議で決まるんだ、そんなこと。いや、<laughs> それはわかんないですよ。もう、もうこればっかりはね、もう僕らは外からなんで、もう何もわからないですし、もうそもそもその情報が本当にね、うん。正しいのかどうかも判断できないんで、何も言えないんですけど。でも、よしし、よし死のうってなるんだ。いや、よし死のうっていうか、うん。大抵の場合も、その、まあ、例えば、真珠がその家族全員で決めたんであれば、もうよしっていうよりはもう、 そう、それしかないかっていうような精神状態に追い込まれるんじゃないですか、うんまあ、もし本当に家族会議でそう決まったんであればね。そうね。ああよくあったじゃないですか。なんか、川川県かなんかで、母子無理心中。そう。っていうか、そう,そうか。あかんか。って、車椅子をね。うん。なんか押してる息子と、介護されてたお母さんが、うん、 老老介護みたいになっちゃって、そうか、あかんかって言って、くなっいない聞いてるだけでも胸で痛いからね <laughs> うん。まこの前もあの裁判でね、一つありましたよね。確かあの、あれは、おばと、おいっ子でしたっけまあ、とにか八80から60歳ぐらいの二人で、ね、高齢の方が住んでて、で、まあ、あの、もう死のうって言って、いいよみたいな感じで首を絞めたみたいな。 うん、でそれが食卓殺人なのか何なのかみたいな裁判があって、結局まあ、執行猶予はついたのかなまあ、いいだからやるんだったら、もう、うん、言えた話じゃないけど、死に切らないと大変ですよね。うん、<laughs> そうなんです。ね、だからね、本当にまあ、うんあまあ、もちろんこの、今のね、この猿之助さんの話と全然違いますけど、うん、今のこの、日本のね、いろんなその、 高,級高齢者の医療費の問題とかいっぱいあるじゃないですか、まあ、これからます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 現役世代の負担が増えていくのはもう分かりきっていることなんで、うん、そうなってくると、もう、まあ、僕ももう目の前にそういう高齢者の仲間入れする年齢なんですけど、うん、頼むから安らかに殺してくれませんかっていう。ほっくり生かしてくれと。<laughs> そう。誰に身をかけることもなく。そう。安楽死っていう選択肢をこう取れるような、うん。 世の中にしていただかないと。みんなが不幸になりますよね。そう。だって、ねあの、まあ、貯金もない、年金は少ない、でも、世間の人たちからは自業自得やって言われるんでしょ、これから。うん。自己責任がって言われますからね。そう。自己責任や自己責任やっても、どんだけついてない人生を送ってきてもですよ。うん。生まれた時からそんなに恵まれてない、お金のない家に生まれて、ある程度、年取って、まあ、あの、例えば、ね、 ものすごいあの、氷河期世代でしたら、まあ、あの、ちゃんとした、か、仕事にも、あまりつくるチャンスもなくて、しかも親の介護もした挙句に、自己責任って最後言われたら、それは無敵の人にもなるでしょうっていう。そうね。うん。うん、まあまあ、あの、今回の件とは全く関係ないんですけどね。全くもって関係なくて。全くもって関係ないですけど、本当に、まあ、今のところは、なぜかなっていうのは、ほんの奥底ではしかないけど、その、当日にその週刊誌の方で、うん。 何かしらのそういったあの、露というか、そういう記事が載ったんで対対。対男に対してのセクハラ、うん、ってことでしたからね。とっていうことで、まあ追い詰められたんじゃないかっていうのが一部の憶測記事というか、ね。そういうのがあって。まあ、それですら、陰謀論好きな界隈では、ジャニーズの陰謀ではみたいな。<laughs> マジでそんなこと言うのいや、言ってないけど <laughs>、言いそうじゃん。<laughs> これは岸田内閣が仕込んだ、みたいな。そう。うん。これも安倍さんが言ってたら絶対安倍さんのせいやからね。そうですよね。安倍真のせいですよね。うん、そう。もしかすると、真でなお、みたいな。<laughs> もう孔明みたいな言われ方してるね、今。真 <laughs> だ、安倍。うん、何々を走らせる、みたいな。<laughs> そうそう。<laughs> それぐらいな言われ方をしてますけど、やいや、本当にね、タイミングとしては、ちょっとうがった見方する人たちからすると、 うん、そういうふうに捉えても仕方ないぐらいナイスなタイミングでしたよね。ナイスなタイミングですね。だだから断食で,今でど断食を隠すってことですからね。そう。うん、やっぱり気を隠すには森の中居みたいな <laughs> いや。どんだけ、どんだけすごい孔明がジャニーズ事務所におんねんなっていう。多分俺ら知らんだけで、ジュリーさんとか、うん、あこれもただの傀来で、ほんま根本みたいな人おるんでしょ、う中に。うん、根本ね。根本 <laughs> <laughs> さんみたいなね。 そう、寝技師がおるんでしょう。<laughs> 知らんけど。<laughs> プロ野球の管理部長やのに、<laughs> 安藤昇と友達みたいな。まあ、昔はそういうフィクサーみたいな人がいっぱいいたんで、最近、うん、はね、そういう人たちがいなくなったっていうのもあるし、まあそのこんだけネット社会になると人通力っていうのもなくなってきてるんですけど、ただ、まあちょっとそういうのもね。まあ、松本清長とかが生きてたら<も>、<laughs> 黒い刑事件って言いそうやん。でもまあ、男色って、まあ、ある、あるよね、歌舞伎なんだからって。<う>別に、へえって思ったし、まあ今、今までがね、その、うん、まああの、灰皿でテキーラ飲ます人とか、が、うん、なんかすごい、あの、マッチョな感じだったからっていう風なものはありますけど、そういうそもねじゃないの。そもそもの話を言うとですよ。うん。ま子供やん、みんな。 子供。歌舞伎の役者になるって、5歳ぐらいの子にね、工場言わして、うん、何やったら女の子の格好させて、お頼み申しますって、なんか言い話らしますよね <laughs>。いや、あれ、あれを、うんうん、ま、ある意味、まあ、僕らはもうそれ普通だと思ってるんですけど、うん、やっぱ違う見方すると、虐待でしょうしね。ま、本人が希望してなくても、うん、ほら、勘玄君、やりたいんだよね、歌舞伎、みたいな感じで <laughs>。 そう。<laughs> うん。パパにな、パパと一緒になる、みたいな。もうんまあ、だから、まあ虐待という言い方はちょっと失礼かもしれないですけど、うん。それしか選択肢がない世界で、しかも女が一切こう、女人禁制の世界でしょ、あれ。うん。で、しかも昔からあそこは離縁だからっていうことで、うん。全く別の世界っていうふうにみんな認識してたじゃないですか。うん、まあ、それは隠し子いてもね、みたいなね。そう。だからね、あそこはもう全然、うん 別の世界だから、あり、なんだなわっていうふうになんとなく思ってましたもんね。うん。うん。で、それを許容してましたもんね、周りもね。ジャニーさんってやっぱりすごいから、と<う>いうことなのかな。あそう、だって、まあ、ジャニーさんの話だって、あの、前からね、ラジオの中であの、その、一時ね、うん、あの、ジュリーさんが、こう、団されて、ジャニーさんの意思を継がないと、ってみんな言ってた頃。意思 <laughs> 継いだ、どうなってたんだろう、みたいなね。 うん。うん、まあでもその、でも僕らの世代っていうか、周りのファンというか、まあ僕らもみんな、なんとなくそういう噂聞いてたでしょ。うん。15の、いや、十0の通過儀礼みたいな。そう。ジュリーさんが知らんわけないんですけど、で今回まあまあ、こういうふうにいっぱいいろんな人が言い始めてね。うん。まあ、明日のおそらく東山さんの、その、まあ朝のね、ニュースに、何を喋るのかっていう、このタイミングで、この、今回の猿之助の <laughs>、 事件、事故が出てきたので、うん、まあそれはちょっと、うがった見方もし,してしまうんですけど、あと残された、その最後の取り出というか、うん、まあ、そのエリア51はおそらくあの、兵庫県の某温泉街の方にあると思うんですけど、うん、<laughs> 大劇場がね、多分いっぱいあると思いますよ。ああ、そういう温度の。同一生のパワハラーみたいな話になったら、うん、全く話出てこないですけど、 それこそあの都市、まあ都市伝説じゃないですけど、実際にその舞台で亡くなった方とか、殺傷事件とかもあったと聞くじゃないですか、うん、内部ではうん、うん。なんかね、いろんな事故とかも、やっぱり歴史が長いですから。うん、そう。ほんでまあ最近はね、そのちょっと舞台監督、音楽監督の、うん、そのパワハラセクハラみたいな話もちょっとね、うん、あの漏れで出てきてびっくりしたりとかありましたけど、うん。いや、そういうのは多分ね、そういう閉ざされたとこでは山ほどあるんですよ、きっと。ねうん。あ だからその代役の、代役、でも代役が、あの人の息子でしょそう、照之の息子ですから。<laughs> だから人材不足にもどがあるっていうか。いやいやいや、まあまた芝居するんでしょうな、おそらく。まあするんですよ、これが本当にね、もう役者っていうのはね、人格と、別ですからね。うん。 うん。別に、てるゆきの息子はどうか知らんけどね、僕らはね。うん。うん、でも、でも実際そういうとこってあるでしょ、やっぱり役者っていうのは。まあまあまあ。うん。ある意味狂気ですからね、あんな。そうですよ。やっぱり、異常じゃないとそんなできないですからね、多分ね。そう。うん、まあもうね、もうこんなことはもう何度も何度も言いぶらされてきてるけど、もともと役者っていうのはまあ変わらなんとかで。うん。まあ言うたら、もう普通の人間とその世界違うっていう。 うん、人たちなんで、昔はもう野球選手でも何でもそうですけど、許してもらえたんですよね。うん、もうだから、まあ、これから藤山官民なんて絶対出てこないしね。でもそれ許してたじゃないですか。うん、アルダンジにしろ、しろ藤山官民にしろ。ヤッサンにしろね。ヤッサンにしろ。うん、まあカオスボタンは俺は許した覚えはないけど。<laughs> <laughs> まあいろんな人許してきたんでしょう。 うん、特に大阪は。うん。あの、ある意味、その、ジャニーさんの話にしたって、まあ、猿之助、僕らはあの、歌舞伎あんまり見に行ったりしたことないですけど、やっぱり、一旦はありますよね。僕らの世代っていうか。うん。それをこの、許容してきた、許してきたっていう、その空気を作ってきたっていう意味では。まあね。今の子は知らないのかもしれないけど、ちゃ、うん、んと言われてましたからね。それはあるんでしょそれはあって。そう。うん。 だって、山川は別よ小<穂>高。小 <laughs> 高は別よ彼<片>は片思いが過ぎて。<laughs> そう、あれはもう、やってることも、落ち込んだ場も、全然別もんやから。<laughs> やっぱ、ある一定の、こう、ライン越える、まあ、まあ、お,お金持ちというか、成功を収めると、その、前後が分からなくなるというか、うんどっかでなんか分からなくなるんでしょうね。まあ、何でも俺は許されるんやっていうような。 そうでしょうね。金ももう手に入るし。そうなんですよね、やっぱり。そうなんですよ。やっぱり権力が入るとね。う,ん、うん。そうなってますね。特にその、まあ、よくね、あの、西部からは、オリクスに来た森くんとかが言われて、やんちゃや,やんちゃって言われてましたけど、そこそこやんちゃな方がいいよね、やっぱりね。そう考えると。うん。ああいう、スポットライトを浴びるところで成功する人は。うん。多分、俺らみたいなやつがああいうところで成功すると、多分人間性失うもんね。ろくなことないって。<laughs> そう、ほんとろくなことないと思うわ、うん。はい。ということで、えー、今日は何つかメールをいただいております。はい、えと、先日メールいただいた Y のイの93です、えー。先日も私のメールを取り上げていただきありがとうございました。うん、ヤンタン突然ガバチョぬかるみの世界など、伝説的なば、はい、伝説的番組の話を40分もしてくださり、大満足です。こちらも10回以上聞かせていただきました。さて、第447回を拝聴し、 衛星様のことが心配になりメールさせていただきました。50歳前後で精神的に辛くなるのは当たり前のことです。親族や知人の不法など悪いニュースばかり増え、自分の体も衰え始める一方、職場や社会での責任は重くなります。でも、相談相手は減っていきます。私も含め、みんな同じですので、思いっきり泣き、泣いてください。 それとカルシウムサプリを飲むと多少気が楽になるかもしれません。私も大変小心者で仕事もプライベートも二重三重の安全策を講じないと不安になるタイプです。そんな自分が嫌な時期もありましたが、この安全運転ぶりが評価されることもあります。ゴルガ13も30%臆病さでできているそうです。そうなのお互い前向きに行きましょうっていうところで、はね、あの涙が止まらなくなるっていう、あれ、この前ラザウォークで 二ヶ月、三ヶ月らかな収録した時に、おラインの放送になっちゃったんですけど、なんか喋りながらな、な、なんか泣いちゃうみたいなね、ことがあって、まあそういう風なことなのかなまあでもね、死んだ人っていうのは、 20代、30代ぐらいにいろいろ一緒に身近に仕事してた人が亡くなってたんで最近の話じゃないんですよね。なんかその辺の人らをフラッシュバックしてたっていうのも実はあるのかもしれないなって話なんですけど。推進。おっさんのオフィスウェアにつき私が出した結論はキャンプスタイル。具体的にはボトムスはクライミングパンツ、トップスはサロモンやミレーのハーフジップトップスです。クライミングパンツはポケットがメッシュ加工されているものも多く、スマホが漏れません。 普段はキャンプスタイル、そして時々スーツを着ることで気分転換ができる上、ギャップも演出できます。もっとも温んの服装など、実は誰も見てないのですが、というメールをいただきましてありがとうございます。そうなんですよ。まあ僕は男の更年期じゃないかなって思ってるんですけどね。まあ、ああいうのはね。うん。良くない。いや、良くないっていうかまあいいと思いますよ。あ、そう。うん。まああの、ほら、僕も言っても。うん。 もう大人ですから、はいはい、結構もう、あのー、悪感してきてるので、うん、ようやくあのー、その他人の負の感情を制御というか、うんあの、遮断できるようになってきたので。あ、引っ張れちゃダメってやつね。そう、うん。だからあの、あんまりね、あの、負のオーラをまとわり、まとわってるかね、うん、あの、まとわりついてる人いるじゃないですか、やっぱり。うんうん、昔はそういう人に引っ張られて、 同じようなフノーラーが、こうね、こっちも映ってきたりしてたんですけど、うん、最近はあの、目の前であの人が泣こうが泣こうが、うん、はいはいみたいな。まあね。頑張れよっていう、うん。まあもちろんアドバイスもするし、親身になって相談もするし、あの、心配もするんですけど、一緒になって、フノ<れ>感情を持ったりとか。 引っっっ張られたたりするててことは最近なくなくきたので、うんま、よほどそのね、あの、夫の感情がすごくて、うん、人の悪口言いまくるとかじゃない限りは、<laughs> 全然僕は大丈夫ですね、今はね。ああ、なるほどね。そうじゃなかったら、帰り、俺が泣いてたみたいなね。うん、俺も辛くなってきた、うん、みたいな。そう,そうそう。<laughs> あれが一番ダメでしょ。そうですよね。 もちろん僕はあの、このね、うん、あの、やっぱ仕事の環境とかまたいろいろ変わって、うん、あの、去年の今俺は多分もう死にかけてたと思うんですけど、<laughs> 最近はね、本当にね、あの、会社にまっすぐ行けるようになったんですよ。はあ、会社帰りに、あの、山道をなんか全然違う山に <laughs> バイクでツーリングするみたいなこともなく。いや、前はね、会社行く前がそうやったんですよ。うん、こう会社に着いたらなぜか1時間半ぐらいかかってたみたいな、うん、遅れます。 って言って <laughs>、ブルーの会社、<laughs> そう会社の前の門を通り過ぎてまた <laughs> ずっと回ってきてみたいな。<laughs> 会社の門まで行けた偉いってやつね。偉いっていうような状態の時がちょっと続いてたんですけど、でまあその頃はちょっとメンタルクリニックに通ったりとかしてね、はい、薬もらったりとかもしてたんですけど、もうやっぱりねやっぱその環境というか仕事内容が変わると。 まあ、あの、本当にね、ねあのね、うん、職場がどうこうっていうかね、坂本さんは、うん、まあ、言ったらその、部門みたいにい <laughs> いところにいたんですよね。<う>リフ理不尽な。うん、で、あの、外からのクレームは別にいいんだけど、うち、ん、の、ごたごたに巻き込まれるのが本当辛い。 そう。外はいくらでもいいんですよね、言われるのはね。お客さんですからね。うん。金もらってるし、うん、みたいな。うん。まあ、あの。お金のためと思えば、頭なんていくらでも下げられるんですけど、まあ、そうじゃないことが多すぎて、みたいな。あのー、そう。身内の後ろから石が飛んでくるっていうパターンが本当に耐えれないですよね。<laughs> あれは本当耐えれないですね。あれが一番、やっぱり、うん。 ミュージアタイムだからね。そう。うん、だからね、新しい仕事になって、失敗するじゃないですか、やっぱり慣れてないんで。うんうん、頭下げるのが楽しいですからね。シャーマーみたいになってます、今。うん、シャーマーで謝る男の、ね。自分のミスで頭を下げられるこの喜びね。ああ<ー>。しょうがないよね。俺が失敗したんだからね、みたいな。<laughs> まあ、いや、だってこの何年間、うん、僕何一つミスしてないですからね。うん。 なのに謝るというね。何千回も頭下げましたけど。うちにも外にもそう。だからそう考えると、うん、いや自分が失敗して謝るってなんて素敵なんだ、みたいな。<laughs> そういう気分ですね。まあ、これはこれでちょっとおかしいんちゃうって言われるかもしれないですけど、うん、まあ理屈というか、納得できるというか。うん、あ基本的に俺、頭、人に頭下げるのは、全然嫌じゃない人間なんだなっていうのが、やっぱり、あの、認識、再認識できただけでもよかったなと思ってますよ、うん ね、あの、頭下げんの嫌になってくるじゃないですか。やっぱ歳取ってくると。うーん。そうかな。あのね、そのコンビニの店員さんとか、その食べ物屋さんの店員さんとかね、大変になる老人にだけはなりたくないって思ってるわけですよ。思いますね、それは。で、そういう老人ってやっぱり人に頭下げんのが苦手でしょ自分の日を認めるというか。うん。だから、あまた俺人に頭も下げられるし、自分の日は自分の日として、すぐにごめんなさいできる人間なんだなって、こう、知れただけでも、 よかったなっていう。なるほど。ちょっと安心しましたね、それは。うん。いや、こうね、ラジオとかで偉そうなことくっちゃべってると、うん。なんかプライドの高い人間になれへんかなって心配するじゃないですか、自分で。ああ、上からね。<laughs> うん。<laughs> <laughs> 全然上にいてないくせに。で、あの、なんかこう、やっぱりいろんなこのネットの話とかいろいろ聞いてると、うん、いかに自分が恵まれた場所にいるかっていうのもよう分かってるつもりなんですよ。そうですよね。だからね、そういうバランス感覚ではないですけど、うん、そういうね、やっぱりこう、頭を下げられるっていうのが幸せというか、いろ、うん、んな意味でね。そうね。まあだから、あの、まあ、僕は今そういうふうにあの、結構平穏、平穏というか、あの、そういった 生活をさせていただいてるんですけど、まあ名人はちょっとね、最近ちょっといろいろあって。いや、もう、もうちょっと僕も、これもう来週にちょっと話するかなと思うんですけど、まあなんであんなことになってるかっていうと、僕、社会人25年目なんですけど、こう、客から出禁って言ったらいいのかな。出禁とはまあ明確に言われてるわけじゃないんだけど、担当変えてくれみたいなんて言われることないんですよ、今まで。 あそうなん。僕はありますよ。ある。それね、はじ、初めて、なって。うん、で、まあ、自分の部下が、ボコボコにやられて。うん、で、そいつ出すなって言われて。うん、で、じゃあ、俺が、代打俺で行くわって言ったけど、僕も帰り討ちに会うみたいな。うん、<laughs> <laughs> お前ら。代打俺で打てたら一番かっこいいですかねかっこいいんだけど、う俺行くわいやちょっと厳しいかな。これ巻き戦かなと思ったけど、やっぱ巻き戦になっちゃった、みたいな。うん。 うん。で、人に仕事を譲ると言ったらいいのかね。で、その人はうまくいったのいや、まだわからない。結局、誰がやっても、い今は、うん、あいつ、あいつ、あいつ外せって言われて、うん、残りのメンバーでなんとか仕事をやっているんだけど、それから先どうなるかわからないみたいな。いや、誰が行ってもダメっていうとこありますからね。あるある。だから、プレゼン、コンペで買ってプレゼンして、プレゼン僕がして、 さあやろうぜって言ったけど、蓋開けてみたらなんか思ってたんと違うみたいに言われるパターン。ダメないんですけど、うん、そうなっちゃったんですよね。だから、引き継いだ人がどうなるかっていうのも、成功してほしいし、するとちょっと悲しいっていうのもあるし、まあ、ね、仕事だから成功しないとダメなんですけど、そういうこともあって、初めての経験だったからっていうので、ちょっとね、落ち込んでたっていうのもあるかもしれないな。うん はい。ということで、まあ、来週は、同じくこのメンタルヘルス的なね。うん、メンタルヘルスじゃないな。まあ、<laughs> あの、失敗。もちろんこういう失敗もね、うん、25歳で遭遇するのと35歳で遭遇するのと45歳で遭遇するのでは全然違いますからね。そうですね。だから、挫折らしい挫折、うん、うん、かな。もう俺、俺の年に,に例えばこういう経験すると、もう経験にならないですからね。うん <laughs> とど、とどめを刺されるみたいなね。そう、も、え、う、ー、経験したなって若い子にはね、言えるけど、うん。55になったら、責任取れって言われるじゃないですか。いやー、そう、そうなんですよ、そうなんですよな。で、何が歯がゆいかっていうと、いやー、うん、あそこの仕事取れたんですって、何々さんのおかげで、みたいな感じで、いや、俺その後、ちょっと、担当外されてんねんけど、みたいな <laughs>。<laughs> <laughs> なんか、なんか、更迭されたんですけど、みたいな。なんか、本当に何、何あの、サッカーの、鴨監督の気持ちが <laughs>。あそこまで連れて行きながら <laughs>。そうそうそう。うん。解任させられる人の気持ちうん。うん。まあでも、まあ、たとえ、もう残りもうちょっとじゃないですかって言ってても、やっぱりっていうのもありますもんね。うん、周りから見ればね。そうなんですよね。だから、納得はできてるんですよ。自分の中でもちろ、うん。 いで気になるのもな中はね、いや、要は何、何かっていうと、ちょっとパワハラ気味のね、おじさんだったんですよ、相手方が。うん,うん。うん。で、も、その、自分たちのチームも守、守らなきゃいけないから、ちょっとやっぱり噛みつかないといけないなっていうのもあったりするじゃないですか。で、噛みついちゃダメなんですよ。すね、<laughs> 噛みついちゃダメなんですよ、<laughs> 客だから。 まあ、でもちょっと、噛みついちゃおうかなと思って噛みついたら、見事なまでにやられた、みたいな。まあ、もちろん、あの、僕もあの、噛みついたこともありますし、うん、噛みつきますよって言ったら、上の人がいいんじゃねえかって言うから噛みついたら、うん、いや、ほんまに噛みつくとは、みたいなことがあっ,、うん、っ,なったって。<laughs> <laughs> <laughs> 本当に行くのほんとそこで、みたいな。うん。それはダメだよ、みたいな。うん。いや。まあ、そういうのは、何度かありましたけどもね,ね。ねそうそう。まあ。 そういったものと、まあまあはね、思い入れのある、まあ、お客さんだったからっていうのも、まあいろいろあったりね。あ言ってもね、もう明治ももう25年ですか、うん、サラリーマン生活そうなんですよ。勤続25周年でも。もう後半も後半ですからね。もう、そうですよ、うん。まあ40年としてももうあと残り15年ですから。そうですね。まあ15年。6割から7割はもう終わってるわけで。<う>サラリーマン的に言うと、これから回収の時期なんですよね。うん、そう。 楽し、できるはずなんですけど。そう。だって、俺らは、そういう約束でサラリーマンになったんですから。<laughs> そう。40、50になったら楽できるようだから、20代、30代は給料安いけど、ごめんねって言われて、あ、うん、えて頑張ってきたら、一向に楽にならないんですけど、こんなことてにっなんか、評価制度変えますから、みたいなこと言われて <laughs>、えー。<laughs> 若い人に給料上げないと、みたいな <laughs>。そうでしたっけみたいな。まあ、しょうがないんだけどね。うん。 うん、まあ、ただまあ、定年がね、多分65まで延長されるから、まだあと20年。うん、まあ、それでも折り返し視点は優に過ぎてきたわけですから。はいはいはい。あいや、もう何回も辞めると思ってたけど、もうもはや辞めれないからになっちゃいましたからね。僕なんかはそのね、サラリーマン生活って歌って最初の20年は全然違う小さい会社でいてたんで、うん、そのしんどい 本来しんどい仕事をしないといけない20代、30代を別の会社でいて、35ぐらいからのこのちょうど油の乗り切った年代というか、その時間を今の会社で過ごしてるので、うん、まあある意味、いいとこ取りをしてる人間なんですけど、うん、それでもやっぱりサラリーマンってしんどいなっていう。<laughs> まあ安定がね、なんだかんだであるかだから、これを40年間続けてきた人偉いなって。うん うん、まあ、そんな人、少ない、ですけどね。今、今時は。今はね。うん。うん。まあ。まあまあ、名人がとりあえず、ちょっとその、ピークアウトというかああ。あもうピークアウトはしてます。全然。あの、涙は止まらないっていうことは。うん。うん。なくなりました。まあ、まだ、ひょっとしたら、あの、ツイッターとかで、ちょっと、お涙ちょうだいなやつが来たら、泣いちゃうかもしれないですけど。<laughs> ほんま、あの、 ザードの歌とかを素直に聴けるのって35までですからね。<laughs> 負けないでとかですか <laughs> そうそうそう涙の数だけ強くなれるなんて、そんな20代だけの話やで。うーん、まあ、強くなれますよ。いや、弱くなっていってく <laughs>、そうそう、あ、そういう意味ね。積み上げがね、うん、積み上げが有効なのは<う>多分30代まで。四十<う>40代で、その辺やってると多分、なんか、負の、 なんか、不才になっちゃうような気がする。うもう4十す、45過ぎると、涙の数だけ心削られていきますからね。うん、<laughs> いや、本当にね。ペラペラですからね、今。うん。もう残った枚数数えながら、残りの5年間なんとか頑張ろう、頑張ろう、みたいな。うん。言われるんですよ、それで。あいつらもう勝ち逃げだからいいよな、みたいな、うん。俺の世代はギリ勝ち逃げじゃないけどね。<laughs> <laughs> みんな言うんですよ、そういうこと。そう。うん や、っぱこれ価値ねえっていうか、まあそ、ね、その、ねその、お金の値打ちも全然違うので、うん、あの、昔の人らが、まあ、確かに今もらった年金すごいんでしょうけど、あの人たちが預けた金の価値とね、僕らの価値もまた全然違うでしょうし、うん、値段が違いますからね。家の値段から何から何から。まあ、確かにね。東京なんかもすごい値段ですからね。うん、そう、だからもう本当にこればっかりはも生まれた時が悪すぎるのか、 かといって、じゃあ、お前終戦直後に生まれたかったかって言われると、そんなこと言ってないから、ね。いやいや、めっもない、め相もない。幕末とかにも絶対生まれたくないし。そう、やっぱり、やっぱり、今、あの時に生まれてよかったって思ってるし、何やったら、平成に生まれたかったなってちょっと思うぐらいです。うん、まあ、そういうね、おじさんたちがやってるラジオなんで、こういうことも、まああるんでね、うん、多分みんな、あの、昔から聞いてくれてる人がいるから、 改めて聞くと、ああ、お互い年取ったねって <laughs> 多分思えるかなと思うんで、それはそれで味合い深いんじゃないかなと思ったりもしますけどね。はい。ということで、ワ Y の Y の九十さんありがとうございました。ありがとうございました。まあね、いいですね。アウト、アウトドアの服はね、確かに。そうですね。やっぱりもう最近、うん、ユニクロよりワークマンに行く方が多いですし、うん まあ僕なんかあの、蕎麦のあたりに住んでるんで、やっぱあの蕎麦のモンベルのお店に行くことも多いんですよね。うん。あの、すごい大きなモンベルの店があの、長野にはスワとそれから安美のにあるので、うん、モンベルって意外と高いじゃないですか。まあ高いけど、うん、なんか値段には、値段見合いだなと思いますけどね、やっぱりね。うん。まああの、しっかりしてるんですけど、うん。あと、 意外と色、まあ山のね、服だからそうなんですけど、意外と色が派手というか。あかといってモンベルがアースカラーになって、なんかスノーピークとダブったら、モンベルらしさってどこよみたいな。<laughs> そうなんですよね。うん。まああの会社にあの山好きな人がいて、やっぱあの山、山がね、基本山の中なんで、うん。あの、希望して来る人いるんですよ。あ<ー>山好きなんで、んでね、長野でっていうのが。うん。 そういう人たちって会社にもモンベルてきますからね。<laughs> も上下オレンジやんけ、みたいな。<laughs> なんでそんなも、上から下まで全部モンベルな、みたいな。ねえ。うん、あの、昔ちょっとモンベルってバカにされてたあの時代を知ってると、やっぱり感慨深いですね、やっぱりね。うんうん、今でもあの東京のあの JR にはモンベルのお店あるんですかね。あ、東京じゃない、大阪の。大阪行き 昔、大阪駅の下にね、モンベルのお店あったんですよ。ああ、まあ、あるんじゃないですか、いっぱい。二店舗ぐらいあっても不思議じゃなさそうですけど。まあ、もともと大阪のね、大阪の会社,会社ですからね。うん。うん。まあ、あの、モンベルの寝袋は僕は絶対使わないんですけど。あ、そうなんですかなぜいや、昔のモンベルの、もう今は知りませんけど、僕、その20年前が、そのね、アウトドア好きで、よくバイクでいろんなとこ行ってる頃、モンベルの寝袋ってそんなにね、よくなかった。 記憶があるんですよねもともとほら、僕あの、体締め付けられたら寝られないタイプでしょう。はあ。モンベルの寝袋ってなんかゴ,ゴム入ってるんですよ。はいはいはい。あの体をギュウギュウにこう、密着させるというか。うん、うん。苦手でね、まあ、あの、バロ、バローとかいろいろんなタイプで3つぐらい買った記憶はあるんですけど。あんまりどれもフィットしない。あんまりね、やっぱ結局最終的になんガっていうメーカーの寝袋を。うん。 になりましたね。まあ、それ以外ではね、あの、ダウンジャケットとか、はずっとモンベルでしたけどね、僕は。まあ、いい会社ですよ、モンベル。ね。うん、まあ、いろんなところに展開されてるんで、買いやすいくはなってるんだろうなと思いますし、ぜひ。だから、やっぱりアウトドアにしたって、やっぱりね、うん、一つのメーカーで揃えるっていうのはいいと思いますね。うん。確かに。やっぱり、うん。統一性があるんで。はい。ということで、皆さん、アウトドアのファッションはいいらしいですよ。 はいはい、それでは皆さんおやすみなさい。さよなら